活躍を祈り、まったり応援していきましょう。3コマ一覧。今週の出走予定馬、東京3 R11 時15分中括弧始め、1013中括弧終わり、3歳未勝利、打1600メモリアルウッド、56加藤孝之、東京4 R11 時4分。いつもオツでスラムジジイは思い切って2400くらい、一度走らせてみればいいんじゃないかね。今週の出走予定馬、京都1 R9 時55分中括弧始め、0112中括弧終わり、3歳未勝利、打1800クラウドサーファー、53加藤勝負と、京都5 R12 時1分。ドン・アルフォンス・オメ。今週の出走予定馬、京都5 R3 歳未勝利、芝2000アウトゼア6着、6人気、東京3 R3 歳未勝利、打2100クピド。今週の出走予定馬、京都6 R12 時40分中括弧始め、1214中括弧終わり、3歳500万下芝、1600ダークブルー、54藤岡浩太、京都6 R1。 いつも本当にオツです。フラワー、この相手にはさすがに勝ち切ってほしい。あー、ながらフラワーマイナス1倍台か、なんか大丈夫かな。中黒、むしろダークブルーが来てもいいのよ。よしや、ながらフラワー大楽勝すぎはロタだから、メス切りのマイルの500万使っとけって言っただろが、タイム早すぎはロタ W、 タイレコード W、 ながらフラワーは母がデインヒル系×サドラー系だし長距離の方がいいタイプかと思ったけど、うまいこと母父のロックオブジブラルタルのスピードが出ん。ダンス牝馬は基本的に短距離、いや、個人的にはレインダンスやムードインディゴみたいな1800から2000の得意なタイプで、悲願のミノル花賞制覇をしてくれるかなぁと思ってたんだよね。ダンス3コマは基本的に瞬発力不足だから、キレで勝負する牝馬は難しいというだけでしょう。クラレントは、てっきり安田記念の後にイギリスに帯同する予定かと思いましたが違ったんですね。海外遠征がなくなったので、ひとまずここに全力。今週の出走予定馬、京都6 R3 歳500万下芝、1600ダークブルー9着、5人気、京都6 R3 歳500万下芝1。今週の出走予定馬、京都3 R10 時55分中括弧始め、0316中括弧終わり、3歳未勝利、芝2000バイスゴルト、54川田翔、雅、東京1 R10 シャドウスペルオメ。これで3歳世代も中央勝ち上がりに割り入った。ステゴ妹の方は元気な子を産んでください。金曜日に難関で1頭アダクテンアーする予定だったみたいだが、発走除外になって、他にも出走取り消しがあって、そのアー3頭立てワールドワイドウェブ。今週の出走予定馬、京都3 R3 歳未勝利、芝2000バイスゴルト9着、10人気、東京1 R3 歳未勝利、打1600。今週の出走予定馬、東京3 R11 時5分中括弧始め、1818中括弧終わり、3歳未勝利、芝1800クールエイジア、56芝田前進、東京3 R11 時5分。ファルスタートリノリオ頑張ったじゃん。セーラン賞3頭出しの結果は 3.5.6 着、ダンスらしい。冷静